どうもこんにちは、タッカキッチではなくチュンちゃんですと、久しぶりでございます。まあ、なんでチュンちゃんかと言いますと、こちら右下、はい、見てください、ドドン、耳吉タンスね。まあちょっとね、視聴者さんからモンスター、どのモンスターって分かれた方がいいの、このモンスター強いのっていう話になったんですよ、話題で、ライブでね。で、タンスミミック弱いから逃がしていいよねっていう質問があったんですよ。まあでもね、僕はそれを止めました。タンス強いですってお答えしたんですよ。ただね、あれでも高木ちゃん、あんたタンス系の動画作ったことないよねって思いの方、実はですね、この強化が来る前に僕タンスを逃がしてしまったんですよ。なのでまたこれ捕まえて作るのは僕もちょっともうめんどくさいなと思ってたんですが、やはりそこはね、視聴者さんの声を大切にしたいと思いね、タンスはこれだけは強いんだよっていうところを今日は、お見せしようと思います。タンスのいいところっていうのは結構ね、火力出せるんですよ。まあただしちょっとね、防御力が魔法使い系の防具、防具なんでそんなにないんですけど、火力はかなりね、出ますね。今僕見せてたね、不思議な帽子とかなんだけど、かなり火力は出るし、さらにすごいところが、その遠くからね、攻撃できるんですよ。ボス戦でジャッジメントを使う敵に対してかなりタンスミミックって強いと思います。なぜかというと、デルメゼもね、僕ね、動画でよく作ってたんですけど、前衛系のもうキャラって集まるんですよ、前で。でジャッジメントの時って逃げないんですよ。お互い近くにいてジャッジメントで必ずドーンって死ぬっていうね、パターンが多いんですが、タンスを一人入れるだけで、遠くから離れた、まあいわゆる遠隔攻撃ができる火力、まあ職業で言うと海賊ですよね。まさに海賊が一人増えてる。そしてジャッジメントをものともしない。ちゃんと避けてくれるから。まあっていうような有効性があるモンスターなんですよ。なのでどっちかっていうと今はね、僕ね強いと思う。さまよい鎧とかよりね、断然僕タンスミミックはあったら使っていいと思う。まあ僕流しちゃったからね、どうかなと思ってたんですけど、はい、作りました。で今回ジャッジメントのあるモンスターでレベル2ということで、こちらね、ルベランギスに、討伐しに行きたいと思います。ちょうど、タンスミミックね。はい、こちら、ドン。鳥系に威力 15% っていうね、まあ、鳥系に対してかなりね、火力を出すことができるんですよ。なので、まあ、ルベランゲス戦ではね、もうタンスミミックめちゃくちゃ強いんではないかと思います。はい。はい。そして、ということと、あとね、最近流行ってるタンスを使って、とあるね、コインボスはね、めちゃくちゃ楽に倒せるよ。っていうのもね、今日動画にしました。まあ、なのでね、参考にしてくれれば嬉しいです。後半ね、それを流します。で、スキルぶりもね、しっかりね、流しますのでね、よければ参考にしてください。てことでね、まずは、ルベランギス戦、ちょっとね、行ってみましょう。構成がこんな感じになっております。ドン、天地雷鳴士、で、アイクアーズのね、ニードルマン。で、フレンドの雪村さんに、タンスミミックとなっております。はい。さあ、ってことでやっていきますよ。まあ、くしゃらみはくしゃらみですね。はい。ドン。まあ、フバーハーのことを考えて、ちょっとカカロットね、どうしようか迷ったんですけど、まあ、やっぱり、ゾンビですからね。言うても。はい。ってことで、何が強い？はい。このね、遠くからこのサミダレ打ちね、連打できるね、このミミック、タンスミミックがめちゃくちゃ強いんですよ。よいしょ。見て、火力。ほら。400を4回で1600、一発1600をね、こう何度も出せますからね、鳥とか。強い、700、7、2800。ちょっと怖い。2800。ちょっと怖い。ドーン。いけねえな。いけねえな。ママちゃん、先輩。ほら、この岩ね、岩もね、まあこのニードルマン、今ね、わざわざ避けてね、言ってたんですけど、それを避けずに、遠くから攻撃をできるっていうのが強みなんですよね、火力的に。ほら。
ちょっと待ってね、ちょっとピオリもやっとこうかな。ピオリ写真の速度狙わないんだけども、ちょっと来たよ。待って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 、よし、もう打った。 OK。 さて、どこ、ほら、めっちゃ遠くからこんな離れた、え、言ってるそばからそこ元気しんどるやないかいってごめんなさい、これちょっとで、ね、お茶目やらかした、あのミミックですね。お茶目が好きなんですよ。たまにお茶目がやらかすんですよ。さあ、受けね。ほら、強し、地面攻撃からの外から打てるっていうこの強みを、うわー強いね、火力がね。よいしょ、まあ、ちょっとダークネスブレスで死ぬかな。やっぱそうだよね、あ、そうだよね、あ、僕も死んじゃったね、 ごめんなさい。さあ、ハッチモン調子乗ってました、うん、どうやらちょっとね、今日調子悪くてですね、実況しながらねプレイをするとね、あらぬ方向に行ってしまうというね、気持ちとこの裏腹にそのスティックをね間違えて押しちゃうみたいな、そんな感じですございます、はい、さあ、でも7分30秒で黄色ですからね、火力は高いですよ。まあ、ニードルマンの火力も高いっていうのもあると思うんですけど、こっからですね、こっから強い、タンスミミックは、うん、多分おそらくルベナンギスはね、一人タンスミミック入れた方がいいような気がする、僕は。ちょっと待ってね、5 6 7 8 9 10。さあ、ツインクローは今にアイギス探してなかったからね、しょうがないです、しょうがないです。とはいうもののタンスミミックだけの火力でじゃあいけるかって言ったら、まあそういうわけではないですよね。よいしょ、サミダレ打ち、とにかくサミダレで打ちっぱなし、ほら4000ダメージっすよ。クソ強いよね、これ。あ、はい、もう赤、はい、もう赤、これ2ですからね、強さ、強さ2ですからね。はい、8本も物としないっていうね、やば。え、タンスってこんな、いや僕捨てて損して、やっぱりな、あえてね、僕ね話題に出さなかったんですよ、ライブ中もね、うん、タンスミミックの良さを、なぜかというと捨ててしまったから。ほら、本来ならここでね前衛系2匹と重なり合って死んでるね、ミミキチ、まあ、多分あのヒットポイントが少なかったから死んだんだろうね、うん、まあ、しょうがない、それはしょうがない、うん、あるある。本来なら前衛系2人で一緒にね、多分ニードルマンとね、なんかで一緒に食らって死ぬんですけど、まあやっぱりね遠隔攻撃ができるタンスなので、それがなせるんですよ。よいしょ、さあジャッジメント、あ、これちょっと防御した方がいいな。ミミキチ君のヒットも足されないから、ね、やばっ、まずいぞ、こっちも。で、クシャラミをナイス。さあ、ここで、おお、いい動きをしてるクシャラミ君、ありがとうございます。さあ、タンスミミックのこっからのね、強みが出てきますからね、はい、安心してください。大丈夫かっていう気持ちをね持った方々たちも安心してください、大丈夫です。あ、はい、簡単、最後はミミキチのね、ムタミダレ打ち、2000のダメージを与えてね倒したという1200か、いや強っ。5分13秒、ちょっと待って、これルベナギス2だよね。はい、初めて取りました、やったー、称号戦だった。しかもこれタンスミミック強いな、これ。ということで、ジャッジメントの代表作といえばやっぱりこいつ、デルメゼですね。まあ今ね僕ね4頑張ってるんですけどね、なかなか倒せずじまいでね、本当にねちょっと苦しい思いしてるんですが、まあ強さ1、うん、まあ、とりあえずねタンスミミックはすごいんだぞという動画を見せたいだけなので、ちょっと強さ1で、勘弁してください。うん、あら、これは死んだな。よいしょ、
おっ、ナイスミス、ナイスミスっていうか、そうだ、戦士でね、カバウ、カバウ戦法をやってるわけですね、これは戦士で。よいしょ。さあ、ここでベフォーマーラー、ちょっと本当にね、あのね、中吉がね、普段僧侶をやらないっていうのがね、丸分かりな動画なんですけどね、これ、レベル120っていうね。あんた、雪村さん、逆でしょ、絶対って思うよね。まあ、なんだけど、中吉ね、戦士できないんだよね、中吉。そう、できないだらけなんだよね、中吉ってね。だからもう、あえて、まあ、そう、まあ、ブレス100があるから、ちょっと中吉をやらせてもらいました。はい。あ、すげえ、ミスなんだ、カバーウソ。あ、そうか、陣乗ってたからな。いや、違うよ。さあ、ファントムボール。あれ、ダメージ食らうのこれ。あ、やっぱ食らうけど、耐えるね。深夜幕だけが空いてるから、やっぱあれなんだろうね。強いか、さ、分散オブザイヤー。さあ、ただ、近寄ってくるんだよね、ダンスが。みんな近寄ってくるんだよね。わーい、みんな、近寄れ、高木ちゃんって言って。ちょ、やめてくれよ。勘弁してくれよ。もう近づかないでくれよ。って言ってんだよ。いや、そんなこと言ってないけどね。女神をやって、よいしょと、からの、アイリスもやって、これで大丈夫、絶対死なない。何があろうとも絶対死なないまでになりました。さあ、ブレスかい、ブレスをやるんかい、ファントンボールやってこいよ。で、あとね、一番ね、僕思ったのが、これね、誘発行動ね、いつも誘発行動だと、大体ね、前衛の NPC 食らって死んでしまう、ターコイズ食らって死んでしまうっていうパターンがね、あったのよね、サポ討伐って。ところが、タンスミミックをっていうのは、その、誘発行動も関係ないからね、反撃行動か。うん、まあ、ターコイズだよね、いわゆる。引っ張ってもいいよね、安心して引っ張れるっていうね。しかも離れて攻撃するからね、強いんだよね。ミスミスっていうのは、あの選手がカバーをやってるからね、ミスになるわけだよ。あと親愛爆弾も入ってるしね。よいしょ、ほら火力が強すぎる。ちょ、やばい、あ、やばい、これ攻撃しちゃう、危ない。さあ、ファイナルね、よいしょ。さあ、黄色ですね。なんですよ、どこなんですか。よいしょ。なんと、お、新刃。すごいな。やっぱ新刃が、もう、入るとすごいな。ここがあると、ちょっと、セーフのところ。あ、心臓、あ、赤。忙しいわ。超忙しいってばよ。あ、回復してるってばよ。あ、ファントムボール来たってばよ。防御するってばよ。あ、危ないってばよ。忙しいってばよ。ちょ、ほんと忙しいんだけど。ちょ、待って。よいしょ。いや、普段あんた、そんなの気持ちいい。ちょっと待った。ちょ、これまずい。これ絶対死ぬ。あっぶねえ。あ、親愛幕だけ入ってるからだ。なるほど。戦士強しやね。これ、ちょっとジャッジメント来ないから、あんまりあれなんだけど、これジャッジメント来ても、あ、来た。ほら、タンスはこのようにね、離れて攻撃できるから、強いんすよ。ほら。まあ、今ミスしたけどさ、カバウで。食らったとしても大丈夫ですからね。強いよね。そこがタンスの強みなんですよね。よいしょ。さあ、ファントムボール。よいしょ。さあ、ポールサファイアのジャッジも。はい、なるべ。ギルティングはいつまで生きかれないよ。いつまでもゾンビでよ。どんじゃんやるか。あ、タンね、タンスの火力強し4分4秒ということで、はい、強いね。やっぱタンス強いよね。ということで、ダンスミミックのスキルぶりはこんな感じになっております。はい、ドン。タンスの体重360、弓3をスキルを60、弓の極意を2を50、素早さアップを、40、そして余ったやつに、タンス貯金3、全振りということで。で、使用特技がこちら、サミダレ打ちのみね。うん、サミダレ打ちのみ。まあ、マグナムチェストやるよりはもうサミダレ打ち
もう多分見たと思うんですけど、ダメージあんだけ高いので、トリケイに対してはかなりね、ダメージを与えます。でちなみにシャイニングボーとダークネッショット、これね敵によっては出してもいいと思う。ただ確かルベランギスは光耐性闇耐性があるのであんまりね効果的ではないのでちょっと下げました。でジャッジメントある、まあ、デルメザもそうなんですけど、おそらくデルメザもタンスミミク連れてってもかなりね強いと思いますが、デルメザもね全属性耐性はあるので、シャイニングボーダークネッショット、ダークネッショットは封印した方がいいと思います。なのでサミナレ打ち行ったかな。うん。でバッジなんですがこんな感じになっております。このボストロールなんですけども、これをドラゴンライダー、50かな、特技のダメージ50プラスっていうのをやった方がいいかな。ちょっとな僕なかったのでボストロールにしました。うん。なので、まあ、あればこの特技プラスいくつっていうダメージをやった方がいいと思います。サミダレ打ちは多段攻撃なんだね。うん。で今回、雪姫さんがニードルマン、まあ、毒をね出したので、まあ、その火力もね、高くできるよということでニードルマンを装備させてもらいました。なのでまああんだけねサミダレ打ちもガンガンダメージね強かったってわけですね。うん。そしてキラーマシン2、こちらも2回行動ができるということでキラーマシン2となっております。まあスペシャルマッチはユーライザーでいいんじゃないでしょうか。まあそんな感じですね。まあニードルマンとコンビで、ね、なければニードルマンの、バッジを取ってボストロールと、プラス特技いくつっていうものがあれば一緒につけるといいと思います。まあこんな感じで、遠距離のねかなり火力を出せるのでめちゃくちゃ強いと思います。まあ特にまあ一人でやるときは、あれなんですけどね、友達と一緒に行ったときにね、まあ毒攻撃を持った、ニードルマンと一緒にやればねこんだけ火力は出せます。はいはい。続いてタンスミミック、実はこういう使い道があるよっていう、まあ、ここで強いよっていうことなんですけども、こちらねコインボスなんですが、実は最近出たコインボスはめることができます、タンスミミックを使って。まあ最近皆さんね有名になったんではないんでしょうか、このタンスミミックね。うん、めちゃくちゃ強い。これね修正されるんじゃないかって思うぐらい。まあ今ね、構成的にフレンドさんと来てタンスミミックにいるんですが、タンスミミック1匹でいいと思う。火力的にねちょっと長くなっちゃうかななんですけど、一応タンスがすごいぞっていう映像を撮りたいためにタンス2にしてますね。では早速ね行ってみましょう。はい、っていうのはねこれタイムマスター、まあねどれぐらいねすごいかちょっともう見てもらいましょう。はい、構成がこんな感じね。天地雷鳴水、海賊タンスミミック2。これタンスミミック1、1人をニードルマンとか、まあね、ブラウニーとかでいいと思う。うん。とにかくこの2人が揃うとちょっと火力が足りないかなと思ったけど、その代わりすさまじいのよ。とにかく見てほしい。うん。まあ、くしゃらみを出して、よいしょ。で、はい。はい、見て。ショックを与えた。うん、体当たりしか使えないようにしてます。ちなみにね、はい、ショックを与えた。うん、すごいよね。はい、ショックを与えた。多分耐性ができないんだろうね、体当たりの耐性。なんだろうな、タンスの体当たりだとね、選手の体当たりだとそんなこといかないのにね、めちゃくちゃショックを与えるよね。面白いように体当たりはめできます。なのでね、サポートね、行ってね、ちょっとね、タイムマスター、ちょっと盗賊でね、体当たり当てるの苦手なんですよっていう方、タンス1匹連れてってください。めちゃくちゃ楽。分回しだとちょっと下げちゃうけどね。よいしょ。はい、体当たり、ドーン。ですね。ショックが耐えたっていうね。もう、これ、すごくない？これ。修正されるような気がするんだけどな。絶対間違いましたとか言って運営さんからの声がね聞こえるんだけど、俺大丈夫かな。ザクロックアップ残念、もうショック与えるから関係なしなんだよね。ぶっちゃけ僕やることないんだよね、死なないもんね、なかなかね。よいしょ。さあマジバリとピオリンをしてると、ほらもう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 って感じだよね。切るなったね。で次にあれやってくるよね、タイムアタック。タイムアタックって、じゃあタイムアタックしたらどうするんだ。タイムストップやってくるよね。
そんな技なんで脅威でも何でもないって、かっていうかやる前にもう体当たりではめられて出せないっていうね、ほらほらちょかわいそうなんだけど、タイムマスター大丈夫、 やる暇を与えつけてください、ちょっとかわいそうすぎる、はい、ショックを与えたっていうね、マジかわいそうなんだけど、あった、来た、はい、やってくれ、ドーン、はい、残念、ほらね、なのでちょっとね、僕盗賊とかでやってるんだけど、なかなかね、あのショック与えるタイミングない、難しいよという方はね、もうタンスでいいと思う、タンスで、とにかく体当たりばっかやらしとき、これはやばいね、どうしよう、あ、やばい、これまずい、まずい、危ない、やることがないっていうね、ここよいしょ、いや、タンスがここまでね、もうよもや活躍すると思わなかったね、だから、もう高吉、ね、冒頭も言いましたけど、高吉でね、タンスをもうね、でも、もう一回捕まえてる気力はないんだよね、もう、やべえ、氷塊が、やべえ、残念、危なかった、ちょっと一瞬ドキッとしました。大丈夫、タンスがいるから大丈夫、はい、タン、タンとね、タイムマスター赤子のような、もう何にもさせないで討伐っていうね、はい、ありがとうございます。はい、そんなね、タイムマスターのスキルぶりなんですけど、先ほどとね、あのちょっと変わっております。はい、仲間モンスターと、まず使用特技は体当たりのみです、もうこれ以外はさせないで、そして、作戦がね、ガンガン行こうぜにして、ガンガン行こうぜ、ガンガン行くわよ、これバッチリ頑張りだとエーペチしてしまうので、ガンガン行こうぜにしてくださいね。でスキルぶりがこんな感じになっております。タンス体術60ポイントで、タンス貯金27で、弓3が60ポイントで、タンスの始動2が50ポイントで、器用さが、状態異常成功率アップの32となっております。とにかく体当たりの、状態異常の成功率アップをさせるための、スキルブリッジね、うん、でバッジ装備がこちら、ドン、闇縛りで状態異常成功率アップ、そしてキラーマシン2で、まあ、2段階攻撃かな、うん、2回攻撃かな。であとは、まあ、これは何でもいいかな、もうボストロールでもいいし、バーサーカーでもいいし、うん、まあ、そのあたりでやってみればいいんじゃないでしょうか。まあスペシャルバッジも特にこれしかないっていうのはないんで、うん、まあ、とにかく状態異常成功率をアップさせてください。なのでできれば装備もなんですけども、こちらね、はい、ドン、セーラスショット状態異常成功率アップの 10% ついてます。これ防衛軍で取ってきました。まあそれで十分、うん、まああとは特にね、コーナー装備適当ね、ゼルメアで取った装備を装備させております。うん、まあ状態異常、とにかくね、成功率アップを、バッチと装備につけたらって感じですね。うん、できるだけつけないと、あの体当たりが効かない可能性ね、もあるのでね、うん、ここまで状態異常成功率アップつけてください。はい、ということで今日はですね、タンスミミック特集っていう、はい、動画でした。まあね、逃がすね、モンスター候補にはね、タンスミミックは入れない方がいいかな、今のところは。あの遠距離で火力を出せるモンスターって、タンスミミックとネコマ同士とか呪文使えるモンスターなんでね、物理で使えるのっていうのは多分タンスミミックのみなので、まあ多分使い勝手はあると思うんでね、今後とも、うん、まあ、良ければね、タンスミミックをね、逃すっていうよりは他のモンスターを逃すね、対象を考えた方がいいと思います。タンスミミックは強いです。はい、ということで時間もいい感じでね、今日はこの辺にしておきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。